オーストラリア内務大臣 COVID-19 に感染。本日、オーストラリアのダットン内務大臣が COVID-19 に感染したと発表しました。本日、起きた際に発熱があり、喉に痛みを感じたため、検査をした結果、陽性反応が出たとされておりますが、大丈夫だと。 声明が出されておりますこのダッドの内緒御年50歳でございますので、COVID-19 の致死率が比較的高い年齢となっております。こういった各国政府の大臣などに感染が広まってしまいますと、政治に 影響が出る恐れがございますので、日本政府には、こういった政府関係者が COVID-19 に感染しないように、十分注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。